日本アカデミー賞最優秀主演女優賞、助演女優賞をダブル受賞し、名実ともに日本を代表する女優となった牧陽子に、このところ失態が相次いでいる。きっかけは、6月28日に開設した自身のツイッターアカウント。SNS に積極的なタレントも多い中、イメージを守る必要がある俳優には、やっていない人も多いが、最近では、舞台や映画、ドラマなどの PR のために、期間限定で、ツイッターやブログを開設するケースが増えている。牧の場合も、7月からスタートした連続テレビドラマ、セシルの目論み、フジテレビ系で主演女優を務めることもあり、PR のためにツイッターを始めたとみられる。しかし、紆余曲折を経て、牧のツイッターアカウントは、8月29日に閉鎖された。連ドラの終わりとともに閉鎖することは一見自然だが、事前のお知らせツイートもなしに突然閉鎖されることは異例。しかも閉鎖の数時間前にはアカウント名が騙されたという意味深名前になり、一度は非公開設定されたことから話題を呼んだ。映画業界関係者は言う。彼女は見栄えもするし、色気もあるし、感性で演技をするいい女優です。でもあえて欠点を言うなら、筋立てて話すことがあまり得意ではありません。牧は学校を卒業してすぐに無名塾に入り、その後はずっと役者の幹で生きてきた人なので、感性で生きている部分がある。メディアの取材を受けても論理的に話をすることができず、そういう自分にイライラしているように見受けられる場面が多々あります。今回のことが騒動になって、ああやっぱりやっちゃったかというのが業界関係者の間での反応です。コミケ騒動。今回の件とは、8月25日に牧がクラウドファンディングサイトキャンプファイヤー上で立ち上げたフォトマガジン出版プロジェクトに関するものだ。フォトマガジンを自主制作し、本当に開催されるコミックマーケット93コミケへ参加する意向を表明していたが、コミケファンからは自費でやらないことやマナーがなっていないなどの批判が殺到し炎上。結果として反省の言葉をツイートし、コミケ参加を見送ることを表明。その直後、前述の通りツイッターアカウントの閉鎖へと至ることになった。テレビ局関係者は言う。ツイッターを読むと、牧さん個人の意思のように見られてもおかしくはありませんが、実際このような活動をするとき、スタッフが誰もいないということはありません。しかもフォトマガジンやそれをクラウドファンディングで制作しようなんて、とても牧自身の発想とは思えません。しかし個人名で運営しているツイッターですから、謝罪するときも牧さん一人が矢面に立って謝罪するしかない。本当に気の毒ですが、騙されたとアカウント名に記したのには、そうした事情があったのだと見られています。また牧と仕事をしたことがあるという知人は語る。牧さんは気が強そうで男っぽく見えますが、実はデリケートな人で、人目がとても気になる人です。かつて育児をほとんどしていないとか、離婚危機などと報じられた時などはややノイローゼ気味になっていました。今も精神的にかなり参っている様子です。こういう記事の連発が彼女を追い詰めるのに、心配しているならしばらくは放っておけよ。それな、無名塾出身を売りにする割には演技が壊滅的だと思ったらすぐに辞めてたんだな。それも中台達也に喧嘩売ってな。すべて入れ乳が悪い。自意識過剰、メンヘラ以上、オセロ中島みたいに悪い占い師が寄ってきそう。こういう繊細な人はすぐ依存する。感情で生きている、理性のないやつはダメなんだよ。かわいそうに。もう女優なんてやめてしまえ。顔は好みの問題があるからあれこれ言うのは避けるが、この人肝心の演技がうまいと思えないんだが、うまいと思えないんだが、なぜか演技派女優扱い。オタクにいじめられてかわいそう。オタクの気持ち悪さを再認識した。いや、元からこんな感じだったよ、この人。整形をすると精神が不安定になると聞く。お前らよかったな、嫌いなやつを追い込めて。日本アカデミー賞だってさ、誰がありがたがってんの。ほんとバカな国。この人の棒演技のどこが日本を代表する女優の演技なんだ。コミケとかどうでもよくて、演技がとにかくひどいから見たくない。声も悪くなまりもあるので、セリフのない役以外やっちゃダメだわ。いろいろ不安定なんだろうけど、とりあえずご飯出られないだろうか。さすがにあの痩せっぷりは逆効果だった。ドラマで何度マチャミに見えたことか。体重戻していいから
無理しなくていいから。離婚が原因じゃないの？バスとの形がいい。まあ、結局人生って運のみだよね。マジ、どうでもいい話。何でもやると言うから見たけど、なんか、まだ、プライドの高さが邪魔をしてるね。前から感じてた。彼女は、かなりナイーブな人だよ。お前らいじめすぎ。壊れちゃうぞ。こいつが、いろんな賞を取ってたの、単なる運としか思えんわ。無名塾辞めたエピソードにしても、離婚したことにしても、すぐに逃げ出すタイプなんだろうな、と。それでもうまく生きてるから、デリケートじゃないと思うよ。ほんと、中台達也は見る目あったんだな。感性で生きている女優さんというと他には、のん、とか。痩せてるのに、なんであんなに胸でかいの。別の主演に関わらなければ、女優としての仕事なんていくらでもあるだろ。もともと、レギュラーではあっても、主演ではないって立ち位置だったんだし。モズでの某セリフ。あれはひどかったぞ。藤に関わったばかりに。図々しい人間だから大丈夫。本人は、何とも思ってねえよ。中卒の星。星というほどかよ。芸能界なんて、高校中退は吐いて捨てるほどいる。江角真紀子が主演でもよかったね。江角も真紀も、是枝が主演で使ってるな。メンヘラ好きなのか。一生願